構そういうこういろんな思考の上に作品が出来上がってくるという。どうですか高橋君、現代アート一発でこう全てを理解できないところが魅力だと思うんですけど。いや、いいこと言うね。これね、すぐ分かったら面白くないのよ。数学とかは答えが導き出されるように方程式とかあるんですけども、現代アートに関してはなんかそういう正解はないかなっていうところがやっぱり魅力かなと。そうやね。だからそのミステリアスさとか、なんかそのパッと見すぐ分からないというところが面白いという。そう、人のこう理解できない範疇のところさえも作品になってしまうという。何かこう好きな人ができた時に最初はどんな声をしてるんだろうとかさ、どんな服を着てるんだろうとか、うん、物を食べるんだろうとか、いろんなことを想像してる。それは分からないから面白いと思うね、そのプロセスがね。ところがいきなりすぐ全部分かってしまったな、これは面白くない。あ、そういうのともよく似てるのかもしれないな。ちょっとその声が面白いな。